J2 リーグ戦はシーズンの3分の1が終わり、これから中盤に向かう熱い攻防が繰り広げられます。2018明治安田生命 J2 リーグ第15節、蒲田マーレ讃岐対ヴァンフォーレ甲府の一戦をお伝えします。さあ、それでは両チームのスタメンと予想フォーメーション、まずは讃岐ですけれども 4-3-3 のフォーメーションを予想しました。ゴールキーパーは J 初出場のソン・ヨンミン、ディフェンダーは佐々木渡、中島、浅田、3人の若手とベテランアレックス、中盤はホーム初先発となります大卒ルーキーの鈴木健志郎、ベテラン渡辺大吾、佐々木匠、そしてフォワードが木島、西、森川となっている蒲田マーレ讃岐です。さあ、そして変わりましてヴァンフォーレ甲府のスタメンと予想フォーメーション、こちらは 3-4-2-1 を予想しています。怪我のジュニオール・バホスに代わりまして今日トップに入るのが金園です。シャドウに小塚と堀米、右に湯沢、左が松橋、ボランチは荒い足の違和感ということで外れまして、今日は先発メンバー佐藤が入って島川と組みます。ディフェンスは今津、小出、エデル・リマ、ゴールキーパーは川田という、こういう布陣になっているヴァンフォーレ甲府。まあ、水戸でプレーをしていて、この讃岐とは対戦しているんですけども、さあ中にいいボールが入ってくる、さあどうだ、いいの決まった、ゴール。セットプレーからここを気をつけなくてはいけないと言っていた讃岐なんですけれども、先制したのはヴァンフォーレ甲府、1-0。いや、いいボールが入ってきましたね。さあ、これは1対1になるが、木島が仕掛けていって、あとどうだ、あちょっとこれはおっと PK になるか、今のはちょっと、今のは逆に僕はイエローカードなのかなって思いましたけどね、木島選手、ここ最後のシーンではそうですね、引っかかってないですからね。今風は向かって右から左に強めに吹いてますね。さあ見ましょう、わーっと止めた、キーパーの川田止めた。いやー、今のはね、完全に読み切りましたよね。あ、そうですね、少しそうですね、助走も短かったのでタイミング的にね。さあ、中にボールを入れてきて、ヘディングシュート決まった、決めた、2点目、島川が決めました、2ゴール目。ここもニアでしたね。今日2得点目が入りました、島川は今季これが初ゴール。いや、ドンピシャゴールでした ね、 そうですね、非常にいいボールが入りましたし、まあ、ここ少しそうです、ね、森川選手が、まあ、競り合いの部分で、少し離してしまって、でもまあこれは、ね、非常に、ね、当て方もうまいですしね、はい。今度は変わってこの木島へのボールですが、木島がとキープして、これはホイッスルはない、切り返していってフィニッシュまでいけるか、ここは硬いブロックですが、シュートまで強引に持っていきました木島。まあ、今少しね、木島選手待ってしまうような形になりましたけれどもね、はい、最初のここ入れ替わった時に、止まるのではなくね、ゴールに向かってプレーしたかったですね。さあ、ボールをまた回して松橋が、さあリンスが前を向いた、そしてこの展開、小塚も絡んできてリンスが打っていく、ポストですかね。いや、ここももう本当一瞬の隙を逃さない。さあ、リンス後ろへ戻して、さあこのボールですがどうだ、リンスに渡って、さあ3枚になってるぞ、いや、いいボール、あー、フリーになった、さあシュートいけるか、島川シュートが、あー、これは最後合わせていきました。いやー、これは3点目、もう完全に崩しきって3点目のゴールです。そうですね、ここまでしっかり上がってきた島川選手、最初小塚選手はオフサイドポジションを見て、はい、リンス選手はね、さあ、これがもうほとんどラストプレーになるのか。
ふわっとしたボール、セカンドボールうーんですが、直接狙っていきましたけれども、ここで長い笛、3対0ヴァンフォーレ甲府が蒲田まで讃岐を下し、この3点によってヴァンフォーレ甲府は3連勝ということになります。